ました。これ地元の人にいただいたんですけど、輪切り包丁で普通にさばいてたらそんなんじゃいかんっつって、それで持ってきてくれて、これでやれって言って、めっちゃ切れるやつを。よかったら食べてください。この日も近所の農家が野菜をお裾分けしてくれました。まあ、近所って言ったら近所ですけど、まあその辺ですけど。あ、その辺で。お返しは海辺の特等席で入れたてのコーヒーです。いつも楽しみにしてます。いただきます。うまいですね。美味しいですか。こう販売するのもありますけども、結局残っちゃうじゃないですか。もったいないですか。で誰かの方食べてもらったり、特にあの喜んでいただけるんで、すごくいただき物がこっち来てから本当に多くて、もう返すのが大変なぐらいですね。壁みたいなのが知らずとなんかなくなっているんだなっていうのはすごい気づきますから、どんどん自然体になるっていうか、なんか人がすごい面白いです。熊本県上天草市、海と共に輝く穏やかな暮らしがありました。このね、カフェを始めた小沢さん夫婦、はい、もう島の暮らしにすっかり馴染んでるみたいでしたね。そうですね、うん、あの上天草の海の魅力を堪能されてましたよ ね海の色が違うという話もありましたからね、うん、そしてなんといってもハモ出ました。関西でもね、夏になるとハモ食べる機会増えますけども、うん、この黄金のハモも美味しそうでしたね。本当に色が綺麗ですよね、はい、であのハモしゃぶありましたけども、はい、あのしゃぶしゃぶはただのお湯ではなく昆布だしに玉ねぎを加えるのが地元の漁師さん流だそうです。はい、でハモの旬は8月頃まで、市内の旅館などではハモ尽くし料理が味わえるということです。はい、ここまで西日本の旅でした。さあ続いてはウィークエンドアイです。タヌキの置物で有名な信楽焼、その伝統の技術を学ぼうとインドネシアから2人の留学生がやってきました。窯元ではこれまでも全国から若手の陶芸作家を積極的に受け入れてきましたが、海外からは初めてです。伝統の技と心を伝えようと奮闘する窯元を取材しました。滋賀県甲賀市にある信楽焼の工房です。ここでは今、秋に行われる芸術祭の準備の真っ最中です。町中の作家たちがそれぞれユニークなタヌキの置物を制作しています。かわいい。参加者の中には外国人の姿も。実はこの2人、信楽焼の技術を学ぶためインドネシアからやってきた留学生です。パグルジュランでは テクニックはとてもトラディショナル、でも日本ではとてもモデルンです、はい、ジャワ島中部にある2人の故郷は歴史ある陶芸の町。七目六路と呼ばれる伝統的な六路が有名ですが、その産業は貧しく作り手の数も減り続けています。この文化を守ろうと4年前陶芸の専門学校を開いたのが信楽にゆかりの陶芸家、川崎千樽さんです。彼らはその卒業生。川崎さんの勧めでこの春信楽にやってきました。今2人は別々の窯元に住み込みながら焼き物作りを学んでいます。窯元が直接外国人を受け入れるのは初めての試みです。産業として焼き物を根付かせたいということで、それにまあ役に立つのやったらいいかなと思いました。今リンダさんが学んでいるのは釉薬と呼ばれる薬品で焼き物をコーティングし色や模様をつける作業です。ふるさとで作られている焼き物はほとんどが素焼きのままだったそうです。バヤでは釉薬はすぐ作りません、はい、でも日本は
予約をします。じゃあ私は面白い方です。一方、こちらはシディックさんを受け入れた窯元です。主に製作しているのは皿やカップなどの器。しかし器に趣を求める日本特有の感覚が伝えられず、試行錯誤の真っ最中です。ジャパニーズ器、味きれいにいくだけじゃなくて、その味、手の味とかそういうのを出していくっていう。古谷さんは器作りの心を伝えたいとシディックさんを連れて近所にある日本料理店にやってきました。ここでは料理や季節に合わせたさまざまな信楽焼の器が使われています。いただきます。古谷さんは器を食の一部として楽しむ日本の文化をシディックさんに知ってもらおうと考えました。 This is the first time it with a lot of to confuse. インドネシアではおかずとご飯をすべて一つの器に盛るのが一般的な食べ方。サンバっていうの、サンバ。サンバ。Yeah, I made in home. ああ、や。ピリ、いろんなものをちょっとずつお皿と一緒に楽しむ。OK?OK。<Okay? Okay. 笑>うん。わ、wow.ただ単に道具じゃなくて、そこにやっぱり芸術性とか味わいとか何か心でやっぱり感じるものがあると思うので、そういうのが少しでもやっぱりインドネシアの人に、CD が広めていってもらえたらなと。信楽の人たちもまたインドネシアの文化を知っていきたいと考えています。インドネシアの産業に対して影響を与えられたらいいと思うし、こちらの方も違う文化の感覚とかを受け入れられたら、また今までと違うものづくりができたりするんじゃないかなって思います。日本とインドネシア、2つの焼き物の街が紡ぎ出す可能性に期待が高まっています。いや、手の味、この日本独特の表現難しいですよね。でも10代の2人、日本語も作法もしっかり勉強してきて熱意感じましたね。そうですね、その熱意とそれから滋賀県の人たちの熱意が合わさった時、はい、きっと手の味伝わるんでしょうね。ね、伝わってほしいですね。さあ、そのリンタさんとシディックさんはですね、来年3月まで窯元で働きながら焼き物作りを学びます。帰国した後はふるさとの町の人たちに信楽で学んだ知識や技術を伝えていきたいということです。また窯元ではこの取り組みを来年度以降も継続していきたいと考えているそうです。ウィークエンドアイでした。続いては気象情報です。吉村さんとお伝えします。はい、現在こちらに映っているのは大阪市内の今の様子です。はい、今日も晴れていますね。そうですね、この後夜にかけても晴天が続きまして、はい、梅雨とは思えない天気になりそうです。では今週大阪市内で撮ったこちらの写真をご覧ください。はい、あ、紫陽花ですね、綺麗な色合い、はい、ね、ただこのところの暑さで心なしかちょっと元気なく見えていたんですよ。はい、そしてもう一枚あります。はい、琵琶ですね。これも大阪市内ですか？はい、あ、そうなんです。住宅街の中で見つけたんですけれども、この時期美味しいですよね。はい、ただこのところ雨が少なくて実は少し小さめだそうなんですよね。はい、この後適度に雨が降って大きく育っていってほしいです。そうですね。はい、その恵みの雨が降るのはいつ頃になりそうでしょうか？来週中頃、火曜日頃からはようやく梅雨らしくなってきそうです。はい、それでは週末のお天気お願いします。はい、雲の様子から見ていきましょう。
関東から東北にかけてと九州は雲が広がっているんですが、近畿地方は雲と雲の間、晴れのエリアに入っています。天気図です。日本海の高気圧に覆われて、今週末は今日も明日もよく晴れるでしょう。しっかりと暑さの対策はなさってください。現在出ている注意報です。乾燥注意報が兵庫県の南部、京都府の南部、大阪府、奈良県、和歌山県の北部などに出ています。あさってにかけても空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いにご注意ください。今日土曜日の天気です。安定した晴天が続きます。日中非常に強い紫外線が降り注ぐでしょう。これからの天気の移り変わりです。朝のうち一部で雲が広がるくらいなんですね。夜にかけてもよく晴れる見込みです。降水確率はといいますと 10% 以下、低い確率になっています。布団干しにも良さそうです。予想最高気温25度から31度の範囲です。昨日と同じか少し低めなんですけれども、平年を上回る暑さのところが多いでしょう。昨日の大阪の最高気温は30度2分でした。今日は1度低め29度の予想になっています。奈良は30度、京都31度まで上がる予想です。波の予報です。日本海の沿岸と瀬戸内海は50センチくらい、太平洋沿岸は1メートルから1メートル50センチ前後、太平洋側で波がやや高いでしょう。明日日曜日の天気です。明日は今日よりは雲が多めなんですけれども、おおむね晴れる見込みです。明日も雨はなさそうです。週間予報です。あさって月曜日にかけて晴天が続きます。火曜日以降は雲が広がりやすくなりまして、傘マークのないところも雨の予報に変わる可能性があります。おしまいは今日の全国の天気です。沖縄と九州はにわか雨が降りやすいでしょう。その他は晴れるところが多い見込みです。気象情報でした。変わって旬だよりです。ベビーラッシュです。神戸市灘区の王子動物園、フラミンゴのひなが次々と帰っているんです。真ん中にいるやつ先月中に3羽が生まれたんですよ。ふわふわの産毛に覆われたひな、大きさはまだ15センチほどなんです。お母さんから餌もらってるのかな。かわいいですね。もう動きは活発でして、中にはこんな子もいます。大丈夫か。元気いっぱいですね、はい、一番最初、先月7日に生まれたひなは巣を出て歩き回れるほどになりました。今確認されている卵は3つありまして、1ヶ月ほどで孵化するということです。この日は遠足にやってきた園児たちもフラミンゴの赤ちゃんに夢中でした。フラミンゴの産卵は今月下旬まで続きます。では今朝の番組のお別れは奈良市内の今の様子です。奈良公園にある鹿の保護施設鹿苑では、生まれたばかりの鹿の赤ちゃんが公開されています。公開は今月30日までで、赤ちゃんが元気に走り回ったり母乳を飲んだりしている姿を間近に見ることができます。今年生まれた鹿はおよそ90頭、タイミングが合えば出産を見ることができます。昨日も3頭の子鹿が誕生したということですよ。はい、かわいい赤ちゃんを見るのに熱中して、熱中症にならないようにしてくださいね。そうですね、こまめに水分を取るようになさってください。はい、はい、ウィークエンド関西、今朝はこの辺。